白、水色みたいな色がめっちゃ可愛いです。最高。ボン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 、パステルで可愛い。可愛いよね。おつぼんおつぼん。ケーキ屋さん開いたら買いに行くよクリーム基礎水色は好きな色、マジで大好きな色。ちょっと今ママがなんかやちょっと行きました下に。多分汚れちゃうから、勉強机だとあの下でやれってみんな多分思うんだけど、ちょっとお家が汚くて。あついしさん音符ありがとうございます。音符ありがとう、ありがとうございます。ミンポンズになった、ありがとう。7時になった、7時になっちゃった。フルーツとかって乗せるの、なんかねフルーツねあったね、ここに置いてあるから多分乗せようかなって感じかな。誕生日おめでとう、ひでとさんありがとう。水色ってラムネの色だね。そうだね。あー気ない見えない。いつもね皆さんに食べ物食べてたらちょうだいって言われるけど、絶対あげないって言うんです。絶対あげない。水色が好きだからシティを受けた説。え、なんか確かに美味しくできるといいね。そうだね。美味しくなーれ、美味しくなーれ。はつしさん音符ありがとうございます、ありがとう。時間やばいですね。やっぱりケーキにのせるチョコとかあるの。チョコペンは買いました。ね、チョコペンがね全部で3色かな、3色となんかアラザンっていうなんかチョコレートスプレーみたいなやつもあります。チョコペンは3色あって、水色と白と茶色です。ボン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 、ごめんなさい本当に。あ、来た来た来た。今一緒に塗って、今一緒に触ってケーキ作ってる。そうです、これはなんかこう回してね、見て回してこうケーキを塗るっていうやつをやっていきます。え、これお皿じゃないの、ラムネ味。いや、わかんない。ん？うん、バブミ強い、かわいい、ありがとう。バブイっていうことです。いや、バカにしてます。ポン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 。フィリポン水色を決めたり、私本当はねうちを作ってくれてるの、ありがとね。待ってね、準備は完了。うん、楽しみ楽しみ。わあすごい、これが絞りやつ。おお結構本格的。そうネットでね頼んだんだよね。楽しみ。え、これこの生身で、え、これ大丈夫なの。じゃあまず生地を切っていきます。半分の生地です。これがめっちゃ楽しいんだけど。あつしさん音符ありがとうございます、ありがとう。したらもう一個の半分の生地、あ、を乗せていきます。こんな感じ。これをなんか回すの。おお、いいね。これもう一個上に。これ一回塗った方がいいよ。塗ってから。うん、いいあ、うん、おいしい。間にクリーム挟むの。そうしようかなって思います。楽しいね。どうしよう。え、これってフルーツ？先にフルーツか。じゃあフルーツにしようかな。ちょっとでかいかも。あ、先クリームだわ。クリーム、クリーム、ク
クリーム、フルーツ、クリーム、生地。ぐん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 。おおおお。こんばんは、こんばんは。めっちゃ楽しそう、めっちゃ楽しいよ。ラムネ色のケーキ。え、そう、どうなるのかな。白と水色系にしようかなとは考えてます。どんなフルーツ？え？ちょっと、おもちゃが多くて、みゆの部屋には。いきまーす。ん？どうするの？こう？え？むずい。え？どんぐらいやるのこれ？いや、わかんない、わかんない。いやー！こんぐらい？あ、なるほどね。すごい！もうちょっといる？これをこれでちょっとやってるね、やっていくね。むずいね。パティシエの人はすごいね、ほんと。どうやってやるんだろうね。いや、ブキッチョだからさ、多分向いてないかも。え？2つ？でもいい感じかも。めっちゃむずい。無理かも。めっちゃむずい。本当にむずい。めっちゃむずい。マジでむずいね。思ったよりむずい。簡単そうに見えてね、やっぱ修行が必要ですね。本当に尊敬です。本当にこういうの作る人はマジで尊敬。おはよう、おはよう。え、むずい、むずい。あむずすぎ。あ、でもいいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃん。やってやって。なるほどね、そういうこと。今こんな感じです。横もやらないといけない。これん、まだ横を取り合う。あ横はどうやってやるのじゃ。いいんじゃない、結構、結構いいよね。むずいよねこれ。いい感じだよ。あ、これちょっとまあやばいけど、こう見たら意外といい感じ。楽しいね、いいね。え、めっちゃいい感じじゃない。才能あるかも。ダンタカディンディンタラリラリンリンダンダランダンダン。めっちゃ綺麗じゃない？これは？したらヘニョンってなってるやつを使って、旅行をやるんだけど、これめっちゃむずい。めっちゃむずい。楽しい。ケーキ屋さんみたい。クリーム足りない。え、楽しい。めっちゃ、もしや天才。いや、これ結構 100% の可能性で天才かも。おーおーおー、いいよいいよ。めっちゃ楽しい。いいね、いいね。あ、いいよ、いいよ。こんな感じです。はい、結構いいんじゃないですか？楽しそうで可愛い。ありがとう。そういうのケーキを作ってるんですけど、クリームを注入していきます。よし、よいしょ。そしたら、もうちょっと、うおー、いいよいいよ、いいんじゃないの。
て、我が輩は天才かもしれないぞ。もしや我が輩天才かもしれない。やばい、スポンジがへぼくれた、へじょくれた。こんな感じ。一層目完成したらここにフルーツを乗っけていきたいと思います。え、いいんじゃない、いいよね、上手、ありがとう。したらフルーツをカットしていきたいと思います。開けて、本当なら料理をするときは髪の毛を食べましょう。ごめんなさい、怒られちゃった。そうだよね、髪の毛食べなきゃだよね。じゃあこのぶどうを切ります。ここで、ぶどうを切れました。メロン、うん、うまっ。やばい、量少ないからなくなっちゃう。うん、おいしい、めっちゃめっちゃうまい。え、すごいね、これ多分大成功ですわ。本当に大成功かも。そしたらパイナップル、うん、パイナップルってある、少ないから4つしかね、一層目には乗っけれないですね。メロン、メロン、あ、入んない、パイン、どうしよう、しよっと。え、すごい、めっちゃいい感じ、こんな感じです。ちょっと見えるかな、イエーイ。そしたらもう一層目作っていきます。え、これ上にクリームしなくていいの？ヒヒヒ、いや、頭がいいですね。ヒヒヒ、なんか、え、これは普通にピュッピュッピュッってやる、人も全部グーン、ピュッピュッピュッやっていきます。やばい、たくさんすぎる。ピュピュ、あ、ピュ、あ、あ、うまくいかない。うわあ、いいんじゃない、真ん中、ピュ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 、あ、AB 型なのでね、ちょっと雑なところもあるんですけど、うんうん、もう一本欲しいかも、もうなくなりそう、クリームが。え、めっちゃ楽しい、これ思ったよりね、なんか楽しいですね。はい、こんな感じになりました。見えるかな、
ピュッピュッピュッってやるやつをしました。つまみ食い多め、おいしい多めなんです。映えてる？ちょっと光がね、ちょっと待ってね。どうですか？いいんじゃない？これはピュッピュッピュッってこの上からもう一回もう一層やっていきます。雑もいい味出してるか大丈夫？そうだよね、やっぱり。ちょっと間があったらね、ちょっとダメなので間をなるべくなくしていきます。よし、したらもう一層目をやっていきます。イエーイ。はい、これ普通に上にやっていいの？これやばくない？めっちゃボリューミーだね。結構すごいかも。明日だよ、誕生日明日です。やったー。わー、やばい。こちらよいしょ。大丈夫これあ、いい感じかも。はい、こんな感じ。2層目、これをクリームでもう一回やる。もう一人食べるか。お、あ、青、まあ、まだ、これヘラはヘラ。ポンポン一人で食べれないかもしれないので皆さん食べに行きます。こっちどっちなんだろう。さっきこっちだったよね。これでやっていきます。いきまーす。ビニュ。それは何？どちら様？なるほどね。はい、あと40分できそう。え、わかんない。ワンちゃんいけるかも。でも思ったより結構このクリームを塗る作業がめっちゃむずい。あ、チョコペンいろいろ忘れてる。まあでもこれはチョコペンは後の方がいいと思う。賞味、これから14歳なんで。そうだよ、今日は最終日です、誕生日。いやー楽しい、めっちゃ楽しい。これ最強かも。よいしょよいしょよいしょ。え、色変えたん？よいしょ。え、待って、プロくない？めっちゃ上手くなってきた。あ、よいしょ。よし、こんな感じ。タダン、上できました。これをまた横を塗らなければいけない。違うヘラかも。わあ、こちらです。はい、めっちゃむずいね、思ったより。ママの力大きいな。すりゃね、一人じゃやっぱ作れないけど、ね、頑張って一人では作る努力はしてます。13歳最後、終日いい日になりましたね。そう、本当にこっちマジでもう思い残すことない日にしたいかなっていうのが願い。もう悔いのない13歳を13歳デーにしたいので。あ、全然足りない。なんか汚くない？めっちゃ気のせいかな。めっちゃ楽しい。こんな感じ。今めっちゃ汚いかも。完成品はまた紹介します。あ、アクシデント多め。よいしょよいしょ。めっちゃむずい。はい、え、それはなんか途中まだちょっと先かも。よいしょ。めっちゃむずい、この作業が。横が一番むずいかも。横を塗るのが一番むずいかも。よいしょよいしょ。よこらしょいしょいのすけ。めっちゃむずい。でもめっちゃ楽しい。
すごいね、パティシアさんとかはさ、めっちゃすごい。うぅー、いいね。めっちゃ楽しい。ちょっとコメント全然読めてないから申し訳ない。皆さんもね、人生で一回はケーキ作った方がいいですね。なんか人生経験になりそう。今実際はこんな感じ。ちょっとまだ隙間が見えるから、この茶色の部分をなくしていきます。どう、いい感じですか？って言われるかもしれない。よいしょ、よいしょ。めっちゃこれ、あの指が凝る。指？腱鞘炎になりそう。ラムくん。けどね、ちょっと食べれないんだよね。はい、これはあのなんかめっちゃ整えれるやつを使っていきます。おお、すごいね、これめっちゃいい。よいしょよいしょ。現在の様子はですね、こんな感じです。え、結構いい感じじゃないですか。ここがねちょっとねむずいんだよね。誕生日おめでとう、ありがとう。本格的、本当よかった。よいしょ。いや、なんか待って、あのさっきのヘラみたいなやつよりこれでやる方がめっちゃ楽。結構楽ですね。なんか形整えられる、こっちの方が。すごい、本当に楽しいね。ちょっと皆さんにね、ちょっとあげたいんですけど、ちょっと見せたい早く。え、でも本当にいい感じ。あちょっとスポンジがほじけちゃうときもある。それも良さ。え、めっちゃ楽しい。見て、意外と綺麗じゃない？見えにしては。どうですか皆さん。めっちゃいくない？天才じゃない？あのちょっとね、おかしい音がしたなって思うときは失敗だと思ってください。力丸さん、主君の方、こんばんは。はじめまして。ケーキ作りを行っています。誕生日ケーキ作ってるよ。はい、テロップに更新させていただきました。
え、どう？ここが来たな。なんかもっと綺麗にしたいんだけど、クリームが足りないのかな。これ、え、フルーツの下がいい。それ今上から、そしたら水色をやっていきます。皆さんお持ちかね、水色を投入。え、すごい、結構真っ青だった思ったより。あ、硬いねこれ。え、やばい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 、ピンチピンチ。水色を投入していきます。なるほどね、こんな感じか。なるほど、これは難しいね。はい、これちょっとあれ、ヘラがいいかも。よし、いきます。ふぅー、ふぅー、よいしょ。はい、ヘラ、ヘラでやります。スポンジの茶色い部分が混ざるのがちょっとやだ。しょうがないんかな。やばいやばい。ああ、やばいやばいやばい。やばい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 。もう下手くそすぎてる。まあそれも味だよ。大丈夫これ。すごい真っ青系、めっちゃ楽しい。このやり方いいかも。難しい、めちゃくちゃ難しい。ああ、やばいやばいやばい、失敗失敗失敗。あ、どうぞ。あと30分、やばい、あと30分、絶対終わらない。さあ横どうすればいいの？横、横は？ちょっと待って。ダメだよ、喋っちゃう。もう難しすぎてる。オノピーさん、ラブありがとうございます。ありがとう。もう静かに見える。うん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 、いや、ねえ、むずいんです。私今の状況見ます、見てください。悪化してる。もうやってみる気。どんな道具でやってるの？なんかヘラみたいな。もう買ったんですよ、セットで。それを使ってやってます。むずすぎてなんかね、えぐれちゃったの中身が。だからちょっとそれを見てももがね、ため息ついたからうおーってなっちゃった。だから今からママに任せていきたいと思います。本当に意味よ、本当に武器中だからできないんだよね多分。向いてないのかもしれない。反抗期ちゃん、反抗期じゃないよ。
悔しかったの。悔しかったからしょうがない。ここまで作るのも上手。ほんと？それはよかった。ピンポンなりの出来栄えが見たい。そうだよね。でもやっぱここは料理が上手なママにね任した方がいいのではないかと私すごく思ってます。今あ痛い、肩が凝った。伝説の上手 T シャツ。上手。お母さんは器用で料理も上手なんてね。そう、上手、上手違う、料理上手なんですよ。今ママになれるように頑張ります。どんなやろ、見たい見たい。これもう手でやっちゃダメなの手でさ、シュンシュンシュンって言っちゃダメなの。これ何、これ何、このギザギザ何。めっちゃむずい。なる先輩さん、バラありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。中にアフレーズ入ってたりしますか。入ってます。上手の T シャツ着てるから上手親に反抗するのも大人っぽい。大人っぽい。おー、あっという間にやる。え、あれはヘラは、これでやっちゃダメの。まだ たかしさんフォローありがとうございます。ありがとう。見やる見やる見やる。これはちょんちょん。はい、でも横めっちゃ汚いよ。まあ、いっかはい、真っ青になりました。ちょっと汚いんですけど、とりあえず上をちょんちょんしていきます。時間がやばいね。これフルーツはいける。これうまくさできない。何、やる。でももうクリームなくなっちゃうよ。そんな、もうここはまあ見えないから。オッケー。そしたらここにフルーツをのっけていく。はいはい、よいしょ。パイン、ボト、メロン、ボト、オレンジパイン、ボト、メロン、ボト、オレンジ、ボト、黄色、ボト、緑、ボト、次何、黄色、黄色、ボト、おいいね。え、うん、え、あ待ってずれてた見てください、ここずれてました。まあそれも特徴。見て綺麗、黄色多め。まあまあまあ、お誕生日おめでとう、ありがとう。これからも頑張ります。え、じゃあ白にしよう。もう青がなくなっちゃう。青は一番上だから、これにします。白で、こう、え、こう、まあ、ん本当に時間がやばいんですよね。え、目やりたい。それ回してね。
もうこれ無理だ。うん、うまっ。うまい。じゃあ、エミやる。え、これがいい。なんで？失敗？それ一人で食べられるよ。え、わかんない。わかんないけど、まあ、気合で。そう、さっき言ってたろうそくは、これ。ビーバースデーっていうろうそくですね。ね、もう難しい。本当に難しい。お腹空いたな。これ食べていい？うまい。パイナップルも食べていこうと思います。わっ、酸っぱい。うん、パイナップルやっぱ食べやすいかな。うんうん、美味しすぎる。パイナップルってめっちゃ美味しいよね。うまい。やっぱね、こうやって味見する時間が一番おいしいですよね。もう一個食べよう。うん、うん、え、これもう一個は？もう一段は？ろうそく乗せないよ、明日だよ。え、これ？これやだ、ミュウもう一個乗せる。まあ、後ででいった。作るより食べる派、そうです。あと20分ですよ。完成！本当に全部ちゃんと完成したら明日写真撮ってモバメに載せます。とりあえず今日はこれで完成です。みゆ、お誕生日おめでとう。ありがとう。完成。あ、ごめん、髪の毛ついたかも。どうですか、出来栄えの方は。素晴らしい、素晴らしいね。なんかここはちょっと白が見えてると思うんですけど、これ失敗じゃなくて、まあ空をイメージしたみたいな感じかな。はい、めっちゃね、綺麗ですね。めっちゃ綺麗。素晴らしい、ありがとう。ラップぞ。あ、このぶどう皮だったかも。皮食べれなかったかも。食べれる？あ、よかった。なんか硬いなって思ったけど飲み込んじゃった。え、もうちょっと綺麗にしたい。あとで日泣く日やす冷やす。これ冷やした後またやる。じゃあこれは一回冷やしていきたいと思います。今皆さんスクショお願いします。ただ
え、でも我ながら結構前のではないのかと私思っております。うおお、これがやりたかった。完成よーってやりたかった。あ、やばいやばい。どうぞ。いいねこれ。完成品こちらになります。よし、もうちょっと上の見たい。上のどうやって見せればいい。はい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 、こんな感じ。これはなんかもう一段やる予定だったんですけど、一回冷やしてちょっと固めてからやろうと思います。そしたらいい感じになるかなと思ったので。気をつけてね。わかりました。これ食べ物で遊んでないので、遊んでるとか言わないでください。これは普通に回してるっていうか、あのケーキなので、ケーキは回すものなので。いいね、いい、ありがとう、ありがとうございます。はい、ということで、それじゃあね、ちょっとフルーツを食べていこうと思います。これはつまみがいいっていうか、普通にちょっと甘いものっていうか、うん、うまい。かわいすぎて、ありがとう。ケーキ甘すもの、そうです。あつしさん、ハートありがとうございます。ありがとう。いや本当にね、作るの難しかったんですけどね、皆さんが協力してくれたのでね、簡単にでしたね。はい、手袋ね、ちょっと取りたい。あ、うん、おいしい。美味しいね。うん。一回手外します。普通につまみ食いやね。いや全然。おつぼん、おつぼん、落とさないでね。落としません。普通にお腹空いたから食べたい。もお腹空いた。普通に今日全然食べてない。みーちゃん14歳か。そう、本当に皆さんと会えたこと、皆さんと出会えたこと、本当に嬉しいと思っているので、これからも応援よろしくお願いします。晩ご飯食べてないよね。食べてないの。だからお腹空いてるの。あ、足しびれちゃった。健坊さん、虹色の星ありがとうございます。ありがとう。あー、足しびれた。さっき来たばっかりですが、ずっと何か食べてる。あつしさん、ハートありがとうございます。ありがとう。でもすごくない？普通にこんなん、こんなね、こんなん作れるなんてそうそういないです。どうしよう、めっちゃ楽しみなんだけど。明日お誕生日おめでとう。ありがとう。うん、カミテルさん、虹色の星ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。なんかみゆ、あのチョコペンでね、グネグネを作りたいんですよ。めっちゃむずいんだけど、横に
横がちょっと汚いく見えちゃうから、これを固めてもう一回上からクリームして、その上からチョコペンでうねうねを描きたいんです。で、キラキラをこのね、ちょっと見えるキラキラ、このシャカシャカをチョコなんですけど、これをやりたいと思ってます。あつぽんあつぽん、結局明日は何時からしてどうだっけ、明日の配信予定今決めない、どうしよう、待って待って、ちょっと待って、どうしよう、どうしようかな、どうしよう、悩んでますマジで。でも本当にマジで申し訳ないんだけど、でもマジでみーもこの日のために準備とかいろいろしてきたし、結構いろいろやってきたから、今日という日、明日という日を、8月11日っていう日を本当に大切にしたいから、本当に配信したくて。せいじさんフォローありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、こんばんは、こんばんは、どうしよう、かゆい、どうしよう、マジで悩みに悩みまくってます。明日生誕祭か、いやどうしよう、本当に普通にどうしよう、みーちゃんが決めたらそれに合わせるよ。そうだよね、待って、どうしよう、普通にどうしよう、無理に決めなくてももう大丈夫だよ。カミテレさん、虹色の星ありがとうございます、ありがとう。今はちょっと決めれないかもしれないかな。ミューの予定ではお昼と夜配信をする2回に分けてするつもりだったんですよ、もともと。けどそう、ツアーがあるっていうことだから、どうしようって思って、どうしよう、迷います、本当にマジで迷う。家に汗か何でも OK、 ありがとう。朝夜、昼夜配信でいいと思うよ、本当に。15時半、15時、ちょっと待ってね。15時らへんらへんから、どうしよう、わかんない、決められない。15時、あ、いいこと思いついた、いいことじゃない、15時から、あ、14時から16時までやって、17時から20時っていうのはどうでしょうか。そしたら ツアーの方も合間で見れるっていうのもあるし、夜仕事の終わりとかに普通に配信をいつも見に来てくださってる方が見てくれる時間なのかなって思いました。こんばんは、こんばんは、日本人になった、ありがとう。そうなので明日は
2回に分けて配信したくて、1回目が2時から2時らへん、まあ2時半2時ぐらいから4時半とかまでやって、1回目は2時からやって2時から4時までやって、2回目が5時から8時にしようかなっていうのはあるかな。そしたらあのツアーにツアーに行ってくださる方々も休憩の合間でちょっと見ようかな、ミユやってんじゃんって思って、ちょっとでもなんか皆さん14歳になった直後のミユを見ていただけるし、ケーキの出来具合とかね、いろいろとか見てくださっていけるかなって思うし、15時からだったら普通にお仕事終わりの方々とか、いつも夜配信見に来てくださってる方々とかも見れるんじゃないのかなと思いました。明日は昼と夜ツアーに行きますよ。なんかね、15時から17時は、待って、もうどうしよう、わかんないもうそうだよね、15時からツアーの一部と二部の休憩があるんですよね、休憩みたいなどうしよう、しようかなって。しまじろうごちいちさん、バラ花束ありがとうございます、ありがとうございます。頭パニックスポンスポン、まあ、言うね、結構ボン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 、難しい。でもまあ多分大体はこういう時間になるかなっていうのは今言ったやつなので、なる多分80% ぐらいの可能性でこの時間になるので、まあ、ちょっと知っといてほしいなと思います。20% の確率で変えるかもしれないんですけど、2時半から5時半、6時半から8時半は2時半から5時半、なるほど、どうしよう、3時から5時はツアーの間の時間だよね。そうなんだよ、そこが休憩だから14歳のミユを見ていただける時間なんですよ、唯一の。そこをなるべく狙っていきたいから、なんだろう、その方が、その時らへんの方が見ていただい、皆さんが見てくださるっていうことですのでね、どうしようね、もうどうすればいいか分かんない。早くご飯食べてね、ありがとう、どうしようね、お腹すいても、お腹すいたよ、ボン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 、まあこの時間、さっき言った時間、2時から5時ん2時から4時4時から、ん2時から4時5時から
8時がなるべくこの時間になるかなっていう、明日はその時間になるかなっていうのがなるべく決定ぐらいなので、これめっちゃちゃんと決まったってわけじゃないけど 80% はこんぐらいです。朝配信しか見れない人と夜配信しか見れない人がいるから、なるべく時間を空けてね。そうだよね。でもね、どうしよう、本当にもう申し訳ない、本当にごめんなさい。なんかマジで自己中で申し訳ないです、本当にいつも自己中でごめんなさいごめんね。まあちょっとなるべくそれでちょっと思っとってほしいなって思います。マジで自己中でごめんなさい、ごめんねちゅうなんて誰も思わないよ、ありがとう。でもその分配信でめちゃくちゃ楽しませようと思うので、ぜひ皆さん来てくださると嬉しいです。はい、それじゃあ段順していきたいと思います。本当にごめんなさい。13位キットさん、12位池団地のてっちゃんさん、11位しまじろう51さん、10位たこたんさん、9位タンニさん、8位マスタさん、7位はなる先輩さん、6位カワウソさん、5位ナラニシさん、4位ビッグエブさん、3位アツシさん、2位トモッチさん、1位はリュウさんでした。はい、ということで今日も皆さん配信見に来てくれてありがとうございました。ありがとう、本当に。はい、ヨネさん、初見の方おつぽん、やっほー、ありがとう、こちらこそありがとう。ちょっとね、めちゃくちゃまあ明日はどうなるかわからないんですが、明日を楽しみにしてくださっている方もいると、多少いると思うので、ぜひお願いします。はい、じゃあ最後はケーキとバイバイを言いたいと思います。バイバーイ、皆さん見に来てくれてありがとうございました。また明日の配信をお楽しみに、バイバーイ。みんなありがとう。3127人来てくださってありがとうございます。また明日の配信でお会いしましょう。バイバイ。またね。バイビー。Bye-bye.